芸大の卒業生ってどんな人がいるの？今回も私、異世界情緒が東京芸術大学を卒業した推しのスターアーティストに会いに行く特別編。聞かれたならばこう答えるね。蛍はいなかった。推しスタ。東京芸術大学は日本で唯一美術学部と音楽学部のある国立総合芸術大学で、芸術を志す学生が憧れる日本を代表する大学なんです。本日お邪魔するのは音楽学部。上野と千住の2カ所にキャンパスがあるそうです。ん？あれ？亀川先生、前回に続き東京芸術大学音楽学部音楽環境創造科の亀川徹教授、音のスペシャリスト亀川先生が紹介してくれる卒業生が、音楽学部音楽環境創造科創作専攻卒業の額田雅史さん、そして音楽研究科音楽文化学専攻音楽音響創造研究分野修了の蓮尾美咲さん。芸大を卒業して大活躍する2人は一体どんな学生だったの？まずは額田雅史さん。額田さんは芸大在学中に結成した8人組のバンド東京塩麹のリーダー。過去にはあのミレニアムパレードのメンバーも参加していたり、常田大輝さんや江崎綾武さんとは芸大の同級生です。気鋭の若手集団として今大注目の東京塩麹、その音楽がこちら。ん？これはどんなジャンルの音楽なの？ジャンルであえて言うと、まあ、ミニマルミュージックだと思います。ミニマルってのはなんかすごくこう短いフレーズ、短いメロディーとかを何度も何度も繰り返して曲にしていくみたいなことを、まあ、広く言うとそういう感じなんですけど。ミニマルミュージック、確かに聞き慣れないジャンルだけど、なんだかとっても癖になりそう。でも同じメロディーを繰り返す音楽ってテクノや EDM とは違うの？ミニマルミュージック、まあ、シンプルな、音の、まあ、並びとかなのでみたいのだけをこう聞いたときに、なかなかこれが今の音楽だって思える人多分すごく少ないと思うんです。まあ、これが例えばまあ、みたいに急に我々の体感としてはちょっと音楽として認識できるようになるみたいな、どこから聴いてる人が音楽って思うかとか、どうやったら音楽になるかみたいな、必要なものしかならないみたいな感じですかね。なるほど。ただの音から音楽に聞こえる境界線のメロディー、それがミニマルミュージックなんですね。面白い。でも額田さん、ミニマルミュージックのどんなところに惹かれたの？すごく音楽の面白いところで、なんかこういうこの和音よりもこっちの方がちょっと悲しいみたいなのって、まあ、なんでなんだろうみたいなとか、あとはなんかっていうこう和音の進行よりもなんか後半の方がちょっとなんか壮大だったり、ちょっと切なく聞こえるみたいな、なんでこれで人がこう感情、まあ、情動が動くみたいなことがなんでなんだろうみたいなところがすごく興味深くて、限られた音の中で感動させるみたいなことってすごく面白いなと思っています。芸大の音楽学部で創作を専攻していた額田さん、一つ一つの音とことん追求する中でミニマルミュージックと出会い、
東京塩麹を結成したのです。でもミニマルミュージックって割と淡々とした曲調だからライブでは単調になりませんか？ミニマルミュージックってそれこそ録音でやる人もいるし、割と淡々としてると思われがちだと思うんですけど、でもその淡々としてるからこそこう人間のちょっとした動きとかによってこう見てる方の印象も変わってきたりすると思うので、そういう意味で生演奏でみんなでやろうっているっていうのがこだわってはいます。それこそこういうなんかこれがちょっとまあ、みたいな、なんかその要はなんか音楽今やってることは同じなんですけど、前にちょっとなんかコンサートっぽい身振りみたいのが入るとちょっとこう聴いてくれるみたいな、なんかそういう風にやることによって例えば音楽の見え方とか聞こえ方っていうのは絶対変わってくると思うんですね。視覚的なものが入ってくることで。生演奏の臨場感を大切にしてきたぬかたさん。ただ音を楽しむだけじゃなくて、見せ方にもこだわったライブを行ってきたのです。そんなぬかたさんが卒業制作で発表した作品がこちら。どうしてあのってセリフを繰り返すの？気になる答えは後ほど。一方、蓮尾美咲さんが参加し2019年に発表された作品レナは文化庁メディア芸術祭をはじめいくつもの賞を受賞しました。その作品がこちら。ん？スピーカーがいっぱい？これは何？ 3D オーディオのシステムで作ったものになります。その 22.2 チャンネルっていうこの22本のスピーカーとあと点2分つまりウーファー2つを足した全部で24個のスピーカーで再生する作品ですね。一般的なテレビなどのステレオ環境では前方に2つのスピーカーを配置して音を流します。自宅で本格的に映画が楽しめる 5.1 チャンネルサラウンドシステムは前方に3つ、後方に2つ、そして低音のスピーカー1つの合計6つのスピーカーを配置することでより立体的な音を楽しむことができます。そして蓮尾さんが手掛けた作品に使用するのは前後左右そして上下にもぐるりと配置したスピーカー、その数なんと24個。でもスピーカー2個のステレオで十分な気もするけど、24個もスピーカーいります？普段は生活してると360度方向から音が聞こえていてみんなそれで当たり前に生活をしてるけれども、ステレオだと普段の音の聞き方はステレオに限定されてるみたいな状況が、それってもうちょっと可能性があるんじゃないの？そのステレオの時にできなかったような作品の制作方法とかあと演出の方法みたいなところを 3D オーディオだったら叶えられるんじゃないかなっていうふうに思ってまして。確かに普段生活している時は全方向から音が聞こえてくる、それをこの作品で表現できちゃうってこと？それはすごい。早速未知の世界を体験してみましょう。やっぱり24個のスピーカーで聞かないと凄さが伝わりませんね。蓮尾さん、
どんな風に聞こえるんですか？人の声が右前からこう左後ろの方に動いていったりとか、人の声が降り注ぐように聞こえてきたりとか、聞いてくださった方は音にその包まれて気持ちよかったとか、新しい体験をしたみたいなと言ってくださる方がすごく多いですね。別の空間に行ったような感覚がするみたいなことをおっしゃっていただくことも結構あって、音に包まれるような新しい感覚なんですね。でも音の作品を通常のステレオスピーカーではなく立体的に聞こえるようにするにはどうするんですか？一般的に音楽を制作するとき、基本的にやっぱりみんなステレオのことを考えて制作するわけですよね。つまり上から聞こえるとか後ろから聞こえるみたいなことは全く想定せずに曲を作るわけなんですよね。最初から 3D オーディオで制作するっていうことをもう目的の一つとしていたので、もう他の楽曲とは一番異なるところはそこだと思います。音のスペシャリスト亀川先生にも聞いてみました。一種のこれはキャンバスと例えたとするとですね、よりこう自由に表現できるんじゃないかなっていうことを思って作曲を教えてる先生とかもいたので、ちょっとこれ使ってどういうことできるかなみたいな話をして、やっぱ面白いものが出てくるんですよね。だからそれはやっぱり2ちゃん聞いて5ちゃん聞いてっていう中で考えてた、さらにもっとね先の発想が出てくるなと思ったんですよ。確かにこの 3D オーディオを使えば本当にいろんな可能性がありそうですね。レナっていう作品はその人の声だけを使った音楽作品なんですけど、もっと別のアーティストが、例えばパーカッショニストがこのシステムを聴いて使ってみたらどんな曲ができるのかとか、あるいはもっと例えば音楽に限らずドラマとか、あとはそれこそヒーリング系の、その環境音をこういっぱい作ってみたりとかっていう、いろんな使い方がまだまだできると思うので、そういうコンテンツの開拓、まだ見ぬコンテンツの開拓をしたいなと思ってます。アシスタ、一方シンプルな音を繰り返すミニマルミュージックを演奏するぬかたさん、大学4年の卒業制作で発表した作品がこちら。あのこれは演劇？でもセリフはあのだけ。一体何を表現しているの？まあ、1分2分ぐらいずっとあのっていうセリフを繰り返してるんですね。まあ、そうすると見てるお客さんはなんかあの何なんだみたいな、なんか思うと思うんですけど、その後あの駅ってなってくるんですけど、そうするとなんか あの駅の話なんだみたいな風に、まあ、ミニマルミュージックのようにまあセリフをずっと繰り返していく中でそれが変化していったりとか、細かいセリフが重なっていくことでやっぱちょっと意味が生まれるみたいな、そういうことをまあ演劇のフィールドでやってみたっていうような作品になっています。ぬかたさんはミニマルミュージックを演劇にも取り入れた作品の演出や脚本も手掛けているのです。音楽を中心に活動してきたのになぜ演劇なの？自分がこう思ってるっていうことを言葉で伝えるのは結構簡単だと思うんですけど、それ伝わるっていうのは結構難しいと思っていて、なんかそれをいろんな角度から、それこそ音楽だったり、まあ、ある種の身体的なダンス的な表現とか映像とか、まあ、空間設計とかっていういろんな角度からそれをこう伝えていくっていうようなことをしているような感じです。おしした皆さん、今回私異世界情緒がお会いした推しスターアーティストはいかがでしたか？音数を減らしシンプルさをとことん追求することで聴く人の感情を揺さぶる音楽を作り出すぬかたまさしさん、圧倒的な数のスピーカーで今まで誰も体験したことのない音楽表現を生み出す発想美咲さん、2人とも独創的な表現方法で
音や音楽を楽しむ感動を与えてくれます。難しいかもと思っていたアートの世界をちょっと身近に感じることができました。では次回アシスタもお楽しみに。チャンネル登録お願いします。